クイズ悠々白書、よっしゃついにこの時間がやってきてしまいましたね。クイズ悠々白書のお時間です。悠白2021年です。来たわ。ジャンプ漫画の悠々白書、はい、かつてジャンプで連載されていた大人気漫画、冨樫義博先生の悠々白書についてだけの問題を出題します。 OK！ 今強い要望がね、内部からありまして、本当ですよ。俺たちの共有してる漫画あるあるはもう誘白しかないないね。誘白の問題を解かせてくれという声をね、いただきましたので、ね、今まで誘白を読んでこなかった私が、無理やり全巻読まされまして、お、真っさらな状態で、はい、クイズを作らされましたので、全然分かんなかったわけでしょ。え、あ、アルファさん全然知らないんで、え、嘘。じゃあ帰ります。帰れないですけどね。帰れない、帰れない、のテリトリーの中で。いや、それもわからん。残地のテリトリーなんだから。そうだ、それもわからん。何それ。影生まれてるよ。おい、やばい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 、わからん、わからん、やるさ、マジやばい。鼻と口塞いだれって。わかんねえ。え、もしかして柳沢化けてる。やばい、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 やばい。え、深い、深い。じゃあ今回いつもいない方が助っ人、うん、ちょっと手ボロボロになってますけど。じゃあ、ちょっともう今回ね、お呼びいただいたんで、気合い入れようと思って、昨日の夜から手、レーガンの形固めてきました。これですか。え、ちょっと外してもいいんじゃないですか。でもいや、これ外したら巻き方忘れちゃう。え、おいおいおい、全部言うじゃん。横のまま、お前4回だけ答える。4回締めます。10問以上ありますよ。じゃあリングつけたらまた回数減っちゃうんだ。その回数設定が受けてたの、最初の方から。最後の方別に全然どうでもいい。はい、こんな感じで、でも口を開けば誘白のことしかみんな言わなくなってるんで、この勢い利用して問題に行きましょう。クイズ悠々白書。はい、それでは出題に移りたいと思うのですが、皆さんはどうでしょう。誘白は読み返してまいりましたか。いや、読み返してない。忘れてることないと思う。本当に19巻もあるんですけど、全部覚えてる。それでは、最初はフリップ問題から。さあ、第1問。皿屋敷中学の教師で、ユースケや桑原に理解を示していた少年の男性教師の名字は。あれ、俺どっちだったっけな。あれなんか、めっちゃ嫌なやつとさ、めっちゃ嫌なやつね。顔は分かってる。最後ゾンビみたいな顔は分かる。顔は分かる。あの葬式に来た。そうそうそう、ユースケのね。あれ、あっちだったよな。あれ、ちょっと待って、あのいい先生さ、最後も出てこなかったよね、結局ね。最初しか出てこなかったわ。なんなのあいつ。僕はね、もう分からない読者の言葉をもう代弁する気持ちでね、分からない人いないと思う。いないと思うよ、本当に。そういうのよくないって。いや、本当に。この回がおもころチャンネル一番再生数いくでも、いやいや、間違いない。じゃあ、お書きいただけましたね。皆さん、一斉にお出しください。どうぞ。どっちだろう。ドン。あー、そうな気がする。俺、確か竹中。竹中じゃない。大竹。もう、似顔絵。そう、こいつ。大竹ではない。竹中大竹はあれですよ。あ、ちょっと待って、あの隊長ですよ。あ、そうや、大竹。あ、あ、そうだ、大竹は隊長や。辞任して霊界パトロールの隊長。霊界パトロールの隊長や。大竹特選隊みたいな。これやっちゃったか、俺。では、正解を発表いたします。正解は竹中。よっしゃー、やった、すごい。これはお見事、お見事。一人何は金融みたいな。そう、竹は覚えてて、大竹はそっちだ。大竹は霊界パトロールの隊長で後半出てきて、最後裏切ってね。あいつら、でもあいつら一人一人永久妖怪ぐらい強いって言われてる。守る側を俺たちが知ってる。守る才能がある。あの回良かったな。もうね、外れてるんでね。閻魔側だから、小閻魔側じゃないから。どっちを選ぶかっていうのね、最後赤の大竹で。やったー、嬉しい。これ全部出そうだな。その後ね、水、あの海の中入っちゃってるみたいなね。そうそうそう。はい、終わんねえぞ、これ。終わんねえぞ。お泊まり決定。いいっすか、こんな一斉の正面は、原宿さんの。いきやりがいた。顔は正直だな。一
界チーム、あ、6人チーム GTR リンクが使う武器の名前を答えよ。はい、はい、ありがとうございます。あれこれ特別な名前なんだろうな、はい、リンクのね、あの、いや、わかるよ、武器があるんですよ、うん、え、こんなんじゃなかったっけ、これの名前をお書きください。これはもういいでしょ。それでは、はい、読み込んでいる4人、マグモさん以外には一斉に出してもらいましょう、はい、どうぞ。はい、デビルヨーヨー、ヨーヨーで、ヨーヨー、なんか犬の散歩を同時にする技あったな。何それ、それは犬の散歩って技なの。犬の散歩でしたっけ、技。あ、そっか、そういうこと。で、アルマさんはそう、ヨーヨーなんだよね、ヨーヨー中継あるじゃん、それ。そスコール、FF のスコールじゃん。違うね、違う、中継なのか、正解は、はい、デビルヨーヨー。おしゃれだ、うらっしゃー、こういうことか。オッケー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 。ちなみに漢字表記って覚えてます？ね、漢字は漢字だったのよ。漢字だったのよ、それ分かってる、うんうん、妖怪のヨとか、あ、そう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 、入ってたけど、ヨーヨーはそれ、うん、魔のヨーヨー、妖怪のヨーが2つ出て、あ、それでいいや、それかけてたらもうスーパーブクだった、かけてたらすごい加点しちゃったか。あいつ最後さ、あのクワバルの足引っ掛けてさ、溶かしてくる。そう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 、これね、あれ分かる、六遊会チームで中が出てくるときに2人この感じ。あー、あの2人の名前、え、マジで勝手にやってやってる、私が問題出すから。え、漢字1文字でやるでしょ。一文字じゃない。あれ、ちょっと待って、わかんない。ガオーとイマジン。あ、イマジンやったよ。イマジンや。第3問、はい、じゃんけんが弱かっただけだから、そうそうそう、中は。問題です。はい、初代霊界探偵の名前をフルネームで書きたい。はい、ありがとうございます。うわうわうわ、これ、え、なんだっけ、なんだっけ、これうわ、え、いやー、むずい。あ、これフルネーム、フルネーム、名字じゃダメ、名字だけだと意味ない。 あ、名字、でもさ、名字変わってるよね。そう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 、意味ある、名字変わってる、名字変わってる、意味あるの、うん、そう、あった、作中でよく呼ばれてる、なんだっけ、名字も忘れちゃった、変わった名字。はい、それではもう一斉に出してみますか。はい、一斉にお出しください、どうぞ。全然わからない、全然わからない、全然覚えない。うわぁ、あれ、岩下ゆうき、黒木花。でさ、総流法が被ってんの。あれ、総流法被ってる、総流法が被ってんのよ。番犬注意の番犬って、なんかところ佐藤の方しか覚えてない。あ、そうだ、真田だ、真田だ、真田だ、佐藤ってなんか甘そうだからみたいな、そう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 、下の名前全然分かんなかった。真田だ、それでは名字探しましょう。正解者なし。あー、一番惜しいのが永田さんですね。真田さん、真田さん、旧姓真田、うん、今の姓が佐藤、それは分かった、下の名前が黒子です。黒子だ、ほら、あー、そういうことか、黒がついたなと思った、記憶のかけらだ。そうだ、それちょっと、なるほど、フルネームはきついって、ね、いや、確かに確かに、この人1回しか出てきてないんだよ。そうそう、これはむずいわ。あー、むずい。あ、でもね、やっぱいい問題、いい問題だ、いい問題作るわ。問題です、うん、はい、はい、死生獣、はい、倒された順にかけ。あー、余裕じゃん、これ、おそれは余裕でしょ、これはどうでしょうね、取れるんじゃないですか、これ、これはこれは僕も当たるかも、当たるかもね、ね、これ、うん、せーの、はい、はい、これしかないです。アロハさん、スザク、白虎、玄武、青龍、原宿さんが、うん、玄武、白虎、青龍、スザク、ちゃんと書いてたの、玄武はクラマ、白虎はクワバラ、青龍は比叡で、スザクはユウスケが、うん、なるほど、ね、加藤さんは玄武、白虎、青龍、スザク、はい、で、山口さん、玄武、白虎、青龍、スザク、玄武、白虎、青龍、スザク、そうだね、でもここがちょっとね、僕、分かんなくて、いやいや、これは白虎生きてんのよ。いや、でもクワバラの後に、じゃあ正解発表しましょう。それ入れる、それ入れる、正解は玄武、白虎、青龍、出馬くん。あ、よかった、伊達にあの世は見てねえぜ。こいつらうぜなんでよ。それでは次の問題です。よしよしよし、問題、桑原一馬が飼っていた猫の名前を答えよ、うん、あー、あ、え、これなんだっけ、あ、こっちだ、
分かった分かった出た今出たあこれ、はいはい、誰も覚えてないと思って出した出た出た出た、はい、じゃあお出しください。信頼な、どうぞ、なんかこんなんないよな、サミーちゃん、クジロメイキチ、あー矢沢から撮ってたやつ、そっか、なんかアイドルの名前じゃなかった、ニゴの妻、ニゴの妻、マキセリホ、マキセリホ、あ、マキセリホみたいなさアイドルの名前聞くじゃなかったっけな、矢沢から撮ってたやつ、なんかその弟かと思ったら猫の名前だったみたいな、あーそういうことか、裏飯かこうやってずっこけない、そうか、そういうことか、ちくしょう、正解は、うん、えきちゃん、わすげー、やっと取れた、すごい、これは素晴らしい、素晴らしい、え、じゃあえきちを誘拐した不良の名前わかる、え、だいちゃん、だいちゃん、そう勝手にやってますよ、勝手に勝手に問題わからないで、フリップ問題、最後の問題は、うん、難易度が高いので、1個かけるごとに1ポイント、かけるごと、チャンス、問題、仙水忍には仙水自身を含めて7つの人格が存在します、はいはいはい、残り6つ知っている限りかけあーいや絶対にね覚えとかなきゃいけないやつは2人いるのよ、はい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 、わかんねんな、これ今視聴者の人ちょっと今言ってもらっていいですか正解ああいたいたいた、ちょっと出てきたぞ、今唇を読んでますよ、あ、ちょっと待って、独身術、独身術、あれ耳がめっちゃいいのかそうですね、一番自信ないアルファさん、うん、あ、マジっすか、出してもらいましょうか、どうぞ、もうこれしかないでしょ、チンポくん、チンポロー、チンポくん、チンポロー、おい、ああ僕にできるのはここまでチンポの精霊いるじゃねえかよ。本当にいいねみたいな。確かに。はい、じゃあ残りのね、4人は一斉に出してもらいましょう。ちょっとわからない。これは確かめるのがめんどくさいぞ。そうだ。そうだわ。忍ぶみちるなるあきら、しげ、ひとしおはまさとし。ちょっといっぱい隠れてる。好きなんでね。あ、確かに。とかですね。ケンジ、シュウ、しのぶ、みちる、まさき。あれ、過去。いたね。カーペマンの戦意じゃん、一人だけローマン、そうだそうだ、ミノル、リョウ、ケンイチ、サトシ、ユータ、サトミ、ミノル、カズヤ、レイナ、ルナ、ミノルね、タケル、ミナ、ミノルとカズヤは間違いない、そうや、カズヤいた、カズヤいたわ、なんかいたよ、頼む、はい、正解発表しますよ、頼む、正解はミノル、ミノルだよ、カズヤ、ジョージ、ジョージ、マコト、ひとし、ひとし、ひとしいるんだ、なるです、あすごい2個か、じゃあこれは加藤さんが2問、はい、うん、2等正解で、カズいるもんね、永田さんがミノルカズヤ2問正解、ミノルのみ、山口さんが1問、なるか、原宿さんは、え、じゃあマジでダウンタウン好きなんだ、そういうことだね、クイズ悠々白書、ここからは、早押し問題に移りたいと思います、ポロロッカ、お、もう、え、もう、すごい、まだ傾向、1文字しか出てないのに、ちょっと待って、それゲームマスターポロロッカ、ゲームマスター、正解、すいません、これ1問目に出そうマジで、マジで言ってんの、あ、じゃあマジ正解じゃん、マジで、ま、マジ正解、おい、ゲームマスター天沼とクイズゲームで対戦した回答が一瞬で答えた問題の答えとは、え、マジでポロロッカ、うわー問題から問題出せと、はい、問題です、はい、ブラックブッククラブのメンバー左京が別荘の侵入者とトグロのどちらが勝ったという、55兆8000億、残念、あれその前だよね、どちらが勝っ、はい、あ、66兆2000億、正解、おらー、これアニメ版だと金額違うんです、そう、アニメ版とコミックスで違うわ、アニメ版は73兆3000億ぐらい。国家予算、当時の国家予算だよね。そうそう、確かに。あれ？そっか。ちょ、来たぞ。問題は、わかるよね、もう別に、ね。ブラックブッククラブのメンバー、左京が別荘の侵入者、これが裏飯なんですけど、うん、と、トグロのどちらが勝つかという賭けで、うん、侵入者の方の勝利に賭けた金額、うん、66兆2000億。よし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 。あ、ね、最初に倒した警備の妖怪、ヒルエ。なんでそういうとこばっかり。失うよ。失うよ。足がタコみたいな。足がそう。それでは、次の問題、うん。タッピングの異能の使い手、ムロタは、スナイパー、ハギリ、カナメに、何を当て、
あー、どれだ、さっき、誰だ、みんなで言ってた、みんなで言おう、みんなで言おう、せーの、消しゴムの切れ端、角、ん、カス、消しゴムの切れ端、消しゴムの切れ端、全員正解、おしゃー、なんだな、これ、いえいえいえ、ありがとう、え、後でみんなで僕にお菓子とか問題、魔界の忍びであるジンが使う技で腕を回転させて竜巻を発生させる技の名前は、あーなんだっけ、山口さん、シュラ旋風拳、正解、おちゃーい、そうだわ、そうだわ、そうだわ、こうやんのよ、こうやんのよ、爆風障壁もうバリア技、爆風障壁ね、陣の技、その2つですね、そうですね、いい風だな、風使い陣、あ、いい風だな、いい風だな、おめえ、いい風、霊力のこと、風っていうのねいいですよね、悲しい風だあれね、れね最後ね、ユースケが、ユースケが問題、はい、暗黒武術界で実況兼審判をしていた猫耳妖怪の名前は、あ、知ってる、なんだっけこいつ、顔は知ってる、お、山口さん、ミト、あ、違います、あ、違う、ミト、ハンターハンターでしょ、うん、お、原宿さん、ジュリ、ジュリではない、ジュリではない、ジュリはあの、違うの、あいつ、あいつの、あと、あとの、わからん、出たら完全に、そうね、これ出たらあるって言うから、じゃあ、全員不正解ということで、正解は、コト、あー、コトのね、漢字がね、コトね、はいはい、あいつ、ウサギか、コトって漢字はそうなんですよ、猫だと思ってた、そっか、いや、猫なんですけど、多分漢字がね、あー、わかんねー、コトはコトはないか、これは両門、問題、潜水忍がマスターしている足技を主体とした剣法の名前は、なんだっけ、なんだっけ、え、剣法、加藤さん、烈州拳、正解、ああそうだわ、今出てた、今出てた、霊光波動で今出てたわ、問題、四聖獣の一人聖竜を一瞬のうちに切り刻んだのは、え、ヒエ、残念ですがよね、ですが、はい、山口さん16回、あー正解、あー今分かってた、今分かってた、これは早さだけ、いや、もうやばかった、やばかった、やばかった、ちょっとやっぱ勇気だわ、あ、これ勇気だね、問題文、問題文、ちょっとあれだこれは、あー、もうない、はい、問題は、四川中の人に声優を一瞬のうちに切り刻んだのは比叡ですが、切った回数が、そうよね、よし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 、いやー、ね、聞いてから押そうと思っちゃった、そう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 、これはちょっと、これはらしい、2秒あったらもう、いや、いけてた、もういけてた、もういけてた、クラマでも最初しか見えなかったんだよ、これ汗かいてた、そう、ユースケはちゃんと見えてた、そうなのよ、はい、じゃあもう実は次が最後、ええっ、えっ、えっ、えっという間でしたね、よし、なんだ、もっとやりたいのに、問題、トグロ兄に邪念樹を植え付けて勝利したクラマが言った決め台詞、あー長さんでした、お前は地獄でも生ぬるい、残念、あれなんだっけ、じゃあ次俺、はい、あ、お前はシスラ生ぬるい、残念、そういうことではいいんだよ、そういうことよ、そういうことよ、そういうことではいいんだよね、え、お前にはシスラ生ぬるい、残念、え、なんだっけ、お前はシスラ生ぬるい、え、でもそんなんよ、そんなんよ、そういう系統の方、そういう、うん、そういう感じのことを言ってます、そう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 、あ、はい、え、貴様にはシスラ生ぬるい、違います、生ぬるいは言ってない、言ってない、生ぬるいは言ってない、え、なんか言ってなかった、なんか言ってたっけ、ちょっと待ってこれ、いや、どうしよう、もっとね、なんというか軽蔑のこもった言い方、あ、そうなの、内容的に、 お前は死にすら値しない、正解、あーっしゃー、よし、すげー、あー、あー、なるほどね、言ってたか、言ってたわ、言ってたな、ということで、最後の問題が終わったのですが、現時点での得点が、山口さん7ポイント、原宿さん3ポイント、加藤さんが6ポイント、永田さん7ポイント、あ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 、0ポイント。ということで、山口さんと永田さんが、同率、同率1位。おお、なりましたね、え、これサドンデスあるんじゃん、あるわ、これサドンデス。サドンデス。最後の問題。はい、これもサドンデス問題。あれは ?OK。漫画悠々白書の最終回、最後のページに
置いて、うん、壁に舞っていた記念写真、うん、でクラマがしていたポーズを真似なさい。クワバラじゃなくて、クワバラ、クワバラ当てはめてたらいいんじゃない。これじゃあもう近い方が勝ちです。ちょっと立って、ちょっと立って、ネズ式。あ、違う、これは違う、せーので、せーのでやりましょう、せーので。え、確かに、ここで記念写真撮れる。確かに、クワバラこうでしょ。クワバラ上でやらそう。クワバラ、いや、それやるから、漫画マン。で、漫画もさ、ペラってやってますね。こうやってて、いや、なんか普通になんかこんな感じ、こう組んでなかったっけな、なんか。うん、腕組み。あれ、人空と被ってるのかな。人空と被ってる。こう、キスミと。さあ、これは永田さん。おー、正解です。合ってる、腕組んでた。正解です。合ってる、合ってる、合ってるじゃん。わー、マジか。これね、これか、すごい。あー、頑張る、頑張る。どっちどっち、誘惑なんだ、誘惑なんだ。どっちどっち、早くなるぞ、早くなるぞ。どっちどっち、どっちどっち。あー、クラマーキスを。大当たりとかやな。やっぱり楽しい。ということでね、優勝した商品、あ、商品あんだ、さんには、豪華優勝商品、あ、なんと、え、悠々白書のクリアファイル、え、クリアファイル2枚。えぇ、すごい。え、海の家、どういうこと。海の家ビール運んでる4人前。家ビール運ぶことある。キエはこんな運ばないでしょ。4つ一気に持たないよ。確かに運ぶんですよ、超スピードで。1個ずつ行くよ、16回切れるんよ、こいつ。4つ同時に入れてきやがった。ということでね、次回もまたクイズ企画あるかもしれないんで、お楽しみに。ということで、皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとう。世話ばかりかけちまったな。あ、同じ生態データとチートばかしのクレジットが必要だってんだからたまらない。懐かしのマインドシティで一稼ぎして、キンキンに冷えたビタサイバーをゴクッといきたいところだが、次回マインドシティの甘い罠で緊急出動だ。